おはようございます。釣り子 TV です。いよいよこの時が来たっていうことで、エレメンツのダヴィンチ240がついに発売開始になりましたね。いやー、仲間がね、あの情報をゲットしてくれて、あそこの通販サイト並んでるよって教えてくれてね、早速ポチッとなして買うことができました。でね、あっという間にその後売り切れちゃったんで、買った時点ではですね、まだカラーもいくつか選べたりしたんですけども、今回はね、この黒がね欲しかったんで、すごいね調子よくね手に入れることができたなっていうことで、この他にもね、レッドヘッドとか、あとはチャートっぽいカラーとかね、もちろんベイトフィッシュみたいなカラーとかいろいろあるんですけども、何にしてもねこの感じの黒好きってことでね、無事に手に入れることができました。早速ね、パッケージから見ていきたいと思うんですけど、まあこんな感じで、まあ、240っていうだけあってね、結構ね巨大になってますね。もうね、うん、片手じゃはみ出しちゃうぐらいね。ねえ、それでもって、まあ綺麗なルアーですからね、早速ね、開けてどんな感じか見ていきたいと思います。あ、ここには、グッドデザイン賞受賞。ね、まあグッドデザインですよね。こんなね、形で、そんで動きもね、良くて、で、魚も釣れちゃうって、まだこの240では釣ってないけどね、このね、オリジナルサイズではね、結構いい釣りさせてもらってますので、待望の大きなサイズっていうことで、早速じゃあ、開けていきたいと思います。はい。出てきましたー。傷がつかないようにね、すごい丁寧に入ってますけども、刺さった。はい、待ちに待ったダヴィンチ240。まず顔周りから見ていくと、あ、やっぱね、ここのね、前のボディのところがだいぶね、うん、ずしっとくるのと、大きくなったなーっていうのがね、印象的です。こう手に持ってみるとね、おお、これはだいぶっていうね、そんなね、頭部分のパーツと、そしてね、このテール部分のパーツね、あー、いやー、ただ単に大きくするっていう感じではなくて、いろいろ浮力の調整であるとか、あと愛の位置の調整とかで、そういうところの微調整に非常に時間がかかったっていうことでね、ついに登場ということですけども、あ、この腹周りのね、この愛のパーツなんかも結構ね、太軸で大きめなものが採用されているなね。結構大きめのスプリットリングなんかもね、装着しやすいんじゃないかななんていう印象がありますけども、で、前から見るとこんな感じなんですね。この顔周りもね、かっこいいですね。ここの下唇がビーッと出てる感じと言ったらいいのか、で、つぶらな瞳があってね。で、ちょうどですね、同じカラーのオリジナルモデルもあるんでね、そこら辺と並べて見ていきたいなぁなんて思うんですけども、はい、こんな感じね。だいぶね、並べてみるとその大きさの違いっていうか、印象の違いなんかも分かりやすいんじゃないかなと思うんですけどもね。背中から見るとね、非常にこうふっくらねしているっていうのがね、一目瞭然で見えて、で、体高もね、非常に大きくなってるのかな。こんな感じなんですね。で、この黒色をね、好きで選んだっていうのが、こっちのねモデル見てわかると思うんですけども、ギミックが隠されていて、マットブラックみたいにね、こう塗ってあるんですけども、使うごとにですね、このマットブラックの内側にはですね、
キラキラカラーが隠されていて、これが使っていってフックサークルとかができるごとにね、魚釣ったりしてね、ちょっと、塗装が剥げていくごとに中のねギラギラが出てくるんですね。まあちょっとしたこのぶつけ傷のところなんかもね、ところによりこうやってキラキラが出てくるんですけども、いやーこれもね、パッと見た感じこのちょっとオーロラみたいに見えるじゃないですか。これがね多分ね黒色の中にこういう感じでキラキラが隠されているんだろうな。まあ使うごとにね、なんか徐々に味が出てくるカラーだなーなんていうことで好きなのと、あとブラックカラーって結構ね夜でも昼でもよく釣れるっていう印象があって、特には夜ね、投げる時なんか黒系のカラーですね、シルエットがはっきり出てちょっと濁りが入った時なんかね、もうすごいよく釣れるな。で、はたまたね、昼間使ってもね、結構ね、黒色ってよく釣れるんですよね。レッドヘッドもね、あれ夜だけじゃなくて、昼間使ったら昼間使ったら結構ね、楽しいゲームができちゃったりっていうのはあるんですけど、そんなことでね、1個目はこういう黒色を買ってみました。あ、で、価格がですね、これ1つね、9130円っていうことで、まあ、1万円に迫るルアーっていうことでね、なかなかね、高級なルアーなので、まあ、強客にぶつけたりしてね、壊したりしたら嫌だなっていうことで、まあ、基本的にはオープンウォーターで使おうかななんて目論んでるんですけども、はたまたね、バス釣りなんかで、房総のダム湖で、比較的大きな、餌を変色している時なんかにね、投げてみようかなというふうに思います。で、この動きなんですけども、ここら辺はエルメンツの動画とかでもね、いっぱい出ているかと思うんですけども、基本的にはこれビッグベイトでよくある S 字ではないんですよね。S 字は書かないです。ここの独特な連結部が、面白い動きをして、こうね、直線的にドリルロールアクションみたいなね、こうね、ピラ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 ね、動きながら、比較的、まっすぐとした軌道で、寄ってきてくれるっていうことで、だから結構 S 字形って流れのあるところとかだと、ドリフトゲームとかだとですね、こう、流れプラス S 字を書いて横っ腹に流れを当ててっていう感じで、結構コントロールとか、あと流れの強弱によって使える使えないなんていう状況があるんですけども、そこがこのダヴィンチだと直線的な動きなんで、このね、直線的にこうビラ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 ピラ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 ってアピールしながらこう流していくことができるので、240じゃないですけどね、このオリジナルサイズの方はそういった感じでやたらよく釣れるなっていうね。だからまあ本当ジョイクロで釣れる時、はたまたこのダヴィンチで釣れる時とか、あとはボリューム感の違いとか、そういった感じでね、使い分けができてくるルアーなんじゃないかななんていう風に感じております。でまあこれがすごいよく釣れるので、そういった意味ではちょっと数釣りっていうよりも一発大物狙いたいななんていう時に、230センチ以上のルアーね、投入したりするんですけども、まあ、そこで満を持してこのダヴィンチの240っていうのもね、選択肢の中に増えてきたので、これはがぜん面白くなってくるんじゃないかななんていうふうに期待しております。であとね、エレメンツの動画で見たんですけど、だいぶここの上にこう愛がついてるんですよね。これなんかが当初はもうちょっと前寄りにあったのが、いろいろテストとか繰り返して少し後ろめにセットバックされて、ついてるよっていうことで、まあ、ここら辺のね、バランスとかもすごいね、考えられて、この従来のモデルよりね、比較的早巻きにより対応できるようになったっていうのがアナウンスされてましたね。これはまあ早巻きで使うっていう時と、あとはより強い流れの中でゆっくりね、自分でコントロールして泳がしたいなんていう時の追従性も高くなってきているんじゃないかなっていうね、そういったところもね、非常に期待できるんじゃないかななんていうふうに思っております。あとね、やってみたいのが、最近ね、よく SNS とかで見るダビストっていう技があって、ここにね、糸をつけて、で、基本的にはフローティングなんで少しね、浮力調整して、
重り張ったりしてゆっくり浮き上がるように、ね、デッドスローフローティングぐらいに調整してで入れてシェイキングするとこうビラ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 一点で定点保持しながらコバストみたいにこの巨大なボディがね魚を誘い出してくれるんですって。こういったねあのダビストなる技がね最近あってそれはねまあこっちでやってみたいなーなんて思ってまあそのためにはここら辺に重り張って、浮力調整してっていうことみたいなんですけどもそういった釣り方の大きなサイズですね。そういった遊び方もできるのかなーなんていう風にね。じゃあね、重さの違いなんかもちょっと測っておきたいと思います。各ね、ちょっと針を交換しちゃったりしてるんですけども、それではね、まずね、このね、オリジナルのね、一番最初に出てたダヴィンチは何グラムでしょうか。55.9グラムっていうことですね。で、待望のこの巨大なダヴィンチ240、これはどんぐらいの重さなのかな。113.6 っていうことで、あ、だいぶね、やっぱり大きくなった分重くもなってきてますね。まあ、ここら辺で使うタックルも変わってくるんじゃないかななんて思うんですけども、だいたいやはり5オンスぐらいまで背負えるよっていうようなビッグベイトロッドなんかだと使いやすいんじゃないかな。ただね、まあ、まだ投げてはいないんですけど、こっちダヴィンチ使っての印象は、非常に巻き心地っていうのは軽い軽快な感じで巻いてこれるので、まあちょっとね、まあガチの専用ロッドっていうことじゃなくても、比較的ね、この追従していろいろな竿で投げさせてくれるななんていうのも従来のダヴィンチでは感じたので、そこら辺がこの240サイズになってね、タックルどういったのを使うと、バッチリなのかなっていうね、ここら辺もね、気になってるので、今後ね追いかけていきたいと思います。じゃあね、あとはね、各いろいろな、240前後のルアーとのねボリューム感の違いなんていうのも、見ていきたいと思いますが、まあ240と聞いてまず最近で思い出すのがこれですよね。バラム245っていうことで、まあ先日シーバスなんか釣ったりしましたけども、これはこれでまた SGK とは全然違った感じの動きをしてね、面白いルアーだななんて思うんですけど、そのバラム245と比べるとまあまあこんな感じですね。どうでしょうかね。同じようなボリューム感なのかなっていう。で、はたまた、あ、そうですね、最近買った中で大きいのだと、これは、はい、今勝のですね、シェンロンね、レプリケーターシェンロンっていうルアーですね。これ、まあちょっと大きいんですけど、テールが大きいから全体的に大きく見えるっていうことで、大体ボディのボリューム感としては、ね、こんな感じで。比較的似ているのかなっていうね、少し大きいですけどね。まあここら辺は三連結でちょっと S 字寄りな動きっていうことでね。でやはり240前後のビッグベイトといえばこれですよね。ガンクラフトのジョインテッドクローマグナムね。ここら辺の中で一番最初にね、あ、こういうルアーってこうよく釣れるんだって気づかしてくれたっていうのがここら辺のね、ジョインテッドクローマグナムじゃないかなと比べるとこんな感じね。やはりね、ジョインテッドクローマグナム基準っていうのはあるんじゃないかななんて感じてますけども、それがまあ230であったり240であったり、はたまた250前後だったりっていうね、こういう感じじゃないかななんて思うんですけども、あとはね、あ、そうだそうだ、これこれ去年なんか大活躍したね、ダウズスイマーの220ね。ここら辺もね、この仲間に入れていいんじゃないかなと思うんですけども、はい、こんな感じですね。並べてみると、どうでしょうか。やっぱりね、ジャッカルなんでね、だいたいこう230とか240前後で決めてくるっていうところで、微妙に220っていうこのサイズが憎いですよね。よく釣れるんですよ。
あー、ここら辺のその数字的な戦略というか、なんというか、まあそこら辺がやはりジャッカルだななんて感じますけども、まあもちろんね、動きも良くてね、すごいよく釣れるルアーですけども、若干ボリューム感、あ、でも並べてみるとダヴィンチの240とね、そう変わんないですね。うん、変わんない変わんない。へえ、まあこういう感じ、改めて並べてみるとね、各社のその思惑みたいなのがちょっと見えてきたりして面白いですね。で、あとね、あ、ここにいるんで、ちょっと並べるとね、はい、あとね、このね、メガバスの、アイスライド 262T ってのがあるんですね。ここら辺と並べると、あー、これまたちょっとね、微妙に似てるんだけどね、ボリューム感、サイズ感が違うな、ね、若干ダヴィンチ240よりは、対抗もあって、全体的にね、全体的にちょっと大きめなのかな、なんていうね。こういう感じでね、だいぶ今年もね、まあだから、これなんか今年出たっていうことで、この240前後戦国時代だなぁなんていうのは感じますね。で、まあ釣ったことあるのはこれとかですけども、まだね、これは買ったばっかりですし、これもね、まだね、あの、試しにね、一回投げてみたかどうかぐらいなんですよね。だから今年は、これあたりでね、魚かけてどんな感じなのかね、違いとかね、インプレしていければなぁなんていうふうに思うんですけども、去年なんかはね、ほんとダウズスイマーばっかりだったんですよね。その他のもね、ある程度投げて、実際にでかいのはね、ここら辺のジョイクロマグナムとかで釣れたんですけども、まあなんか小さいのから大きいのまでよく釣れるって感じで、結構ダウズスイマーの当番率が高かったかな。で、バラム300を投げてたんだけど、なかなか追いはあるけど食わないって状況があったんで、この245なんていうのも今年はね、ちょっと秋大期待だななんていう風に考えております。まあ今回はね、こんな感じで、待望のですね、ダヴィンチ240が買えたんで、早速サイズ感の比較とかね、してみたんですけども、またね、ちょっと早めにね、釣り場に通ってですね、どんな感じの動きだとか投げ心地とかね、そういった実調の方もね、どんどんインプレしていきたいと思いますが、まあ、皆さんどうですか、これ、手に入りましたか。結構ね、自分が見ていた、ね、ネット通販のところなんかもね、昼ぐらい、まあ夕方に気づいて、ところによりも売り切れのカラーなんかが出ていって、で、翌日見たらね、もう全部ソールドアウトしてたんで、またね、ちょっとしばらくね、まあダヴィンチこの、オリジナルモデルも未だちょっと手に入りづらいね、状況ですからね、なかなかタイミングを見て、まあそういった時もエレメンツのですね、各 SNS に登録していると、そろそろ出荷だぜとかね、あとはネット限定のオリジナルカラーね、ネットで注文できたりとかあるので、まあそこら辺の SNS から追いかけていくと手に入りやすいんじゃないかな、なんていう印象があります。自分もね、これ欲しいなって言ってる仲間とね、インスタグラムとかで見て、もう、まもなく出荷みたいな雰囲気とか、あとは私のダヴィンチ2020のキャンペーンとかね、始まって、そこら辺の、記事なんか読むと、あれこれもう間もなくね、店頭に並ぶね、なんてね、情報交換して、そしたらね、うまいこと一つ手に入れることができたんで、まあダヴィンチね、気になってる人はぜひですね、エレメンツの各いろいろな人の SNS を登録しておくと一ついいんじゃないかな。まあ何にしてもね、まずは使ってみて、釣ってみてね、案外、使ってみたら、あれなんか違ったなんてこともあるかもしれませんので、ね、まあとりあえずね、今回は欲しかった色も手に入ったし、ちょっと早く投げに行きたいなってね、こういった状況でございます。はい。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、エレメンツからね、いよいよ出た、ね、巨大なダヴィンチ。ダヴィンチ240、これを一つ買うことができたって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。